デイビッド・レミューはカナダのプロボクサー、モントリオール出身、元 IBF 世界ミドル級王者、左フックを武器にする選手、9歳でボクシングを始めた。カナダのアマチュア王者に3度輝いているが、それ以外はアマチュア時代に大きな実績はない。2007年4月14日、2回 TKO 勝利でプロデビュー。2008年11月1日、 モントリオールのモンレアルトバク上で、パトリック・テッシェとケベック州、スーパーウェルター級王座決定戦を行い、2回2分50秒、TKO 価値を収め王座獲得に成功した。2009年12月11日、モントリオールのベルセンターで、デルレー・レーネスと WBC、インターコンチネンタルミドール級、ユース王座決定戦を行い、2回2分51秒、 tk 王勝ちを収め王座獲得に成功した。2010年2月6日、モントリオールのモンレアルトバク上で、ジェイソン・ノーグラーとカナダスーパーミドル級王座決定戦を行い、10回3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2010年4月3日、モントリオールのモンレアルトバクで、ワリドス・ミッシェットと対戦し、2回57秒小勝ちを、 おさめ初防衛に成功した。2010年6月11日、モントリオールのユニプリックススタジアムでエルビン・アヤラと WBC インターナショナルミドル級王座決定戦を行い、初回2分に44秒小勝ちを収め王座獲得に成功した。2010年10月29日、モントリオールのベルセンターでヘクター・カマチョジュニアと対戦し、 初回終了事故勝ちを収め初防衛に成功した。2011年4月8日、モントリオールノベルセンターで、マルコ・アントニオ・ルビオとミドル級契約12回戦を行う。序盤から優位に試合を進めるが、6回からスタミナ切れを起こし7回2分36秒、TK を負け、キャリア初黒星を喫した。2011年12月10日、モントリオールノベルセンターで、 ジョアシャン・アルシーヌと対戦し、12回0から2の判定負けで3度目の防衛に失敗、王座から陥落した。2014年5月24日、モントリオールのベルセンターで、フェルナンド・ゲレーロとナブフ、北米ミドル級王座決定戦を行い、3回1分56秒小勝ちを収め王座獲得に成功した。2014年12月6日、 アメリカ・ニューヨークのバークレイズセンターでガブリエル・ロサドと対戦し10回1分45秒 TKO 価値を収めナブフ王座発防衛に成功した2015年1月ゴールデンボーイプロモーションズと契約したことを発表2015年3月2日レミューがプロ転校以来所属していたプロモーターのイボンミシェルがまだ契約期間中であるとしてレミューや ゴールデンボーイプロモーションズラを提出した。2015年6月20日、モントリオールノベルセンターで、ジャーメインテーラーの王座剥奪に伴い、IBF 世界ミドル級1位のハッサン・ヌダム・ヌジカムと、IBF 世界ミドル級王座決定戦を行い、12回、3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2015年10月17日、 アメリカ・ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで、WBA スーパー王者、WBC 暫定、イボ世界ミドル級王者ゲンラジー・ゴロウ付近と対戦し、8回1分32秒、TKO 負けを喫し IBF 王座の初防衛、WBA スーパー王座、WBC 暫定王座、イボ王座獲得に失敗した。試合は、HBO で PPV で放送された。 2016年3月12日、モントリオールのオリンピアシアターで、ジェームス・デラロサと163ポンド契約で再起戦を行う予定だったが、レミューが2.6ポンドオーバーとなる165.6ポンドを計測し体重超過したため、主催者側は、デラロサの報酬をアップして試合を行おうとしたが、デラロサ陣営がこれを拒否したため試合は中止となった。2016年5月7日、 t モバイルアリーナでサウル・アルバレス vs アミール・カーンの前座で元ナボ北米スーパーウェルター級王者のグレン・タピアとナボ北米ミドル級王座決定戦を行った初回から一方的に試合を進め4回に右フックでダウンを奪いタピアが続行の姿勢を見せるがセコンドが危険を申し出て試合終了4回56秒 tk o 勝ちを収め 王座獲得に成功した。2016年9月17日、テキサス州アーリントンの AT&T スタジアムで、サウル・アルバレス VS リアム・スミスの前座で、WBO 世界ミドル級王者、ビリー・ジョー・ソーンダースと対戦し、IBF に続く王座獲得を目指す予定だったが、ソーンダースに対戦を断られた。 2016年10月22日、モントリオールのベルセンターで、クリスチャン・ファビアン・リオスと対戦し、10回3から0の判定勝ちを収めた。2017年3月11日、ニューヨーク州オナイダ軍ベローナのターニングストーンリゾートカジノで、WBC アメリカ大陸ミドル級王者、カーティス・スティーブンス WBO、インターコンチネンタルミドル級王座決定戦を行い、 3回1分59秒小勝ちを収め、両王座の獲得に成功した。2017年5月6日、サウル・アルバレス・ VS フリオセサール・チャベス・ジュニアの前座で、マルコス・レイジェスと対戦し、10回3から0の判定勝ちを収めた。2017年12月16日、ラバルのプレイスベルで、WBO 世界ミドル級王者のビリー・ジョーソン・ダースと対戦し、 12回0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2018年5月26日、ケベックシティのセンタービデオトロンでカリムアキュールと対戦予定だったが、レミューは前日計量でミドル級の規定体重である160ポンドを2ポンド超過の162ポンドを計量し、再計量の猶予が与えられるも、再計量を放棄して計量失格になった。試合は、 レミューが12回判定勝ちを収めた。2018年12月15日、トレアのジョンソンと対戦する予定だったが、レミューが原料区から試合前日に脱水症状で病院に運ばれ試合中止になった。2019年4月17日、右拳に怪我を負い5月4日に WBA 世界スーパーミドル級暫定王座決定戦で対戦予定だった。 ジョンライダーとの試合が中止になった。ありがとうございます。